でここに東くんがいます。東ウォータードラゴン逃げないんですね。ペアですか。ペア。おお。オーストラリア、オーストラリアでした。オーストラリア。オーストラリアにはよくいる。これで何歳ぐらいなんですか。これいつから飼ってました。4年か5年ぐらい。最初ベビーから。グリーンイグアナみたいな。10センチぐらいから始まって。何食べるんですか。いや、野菜とかは。あ、野菜も食べるんですか。うん、フードも食うし、虫も食べるし、雑食。雑食。でもこの中が、なんかもうネタハラにエアコンがついていて、扇風機に、扇風機でネタハラがついていて、ベタ慣れですか。これがオスでメスって感じですよね。色が違う。オスがやっぱりかっこよくこう。オーストラリアのやつだから寒さとかは全然強いんですか。クーリングしないと増えないとかっていう話も聞いたから。おお。今年は？室内無加温で。ああ。冬はこのまま冷えるがままで。冷えるがままで冬眠させると。今のところなんか発情の兆候みたいなのがありました。ないです。ないですか。組んだんですしたよね。そう作ってましたよね。いやこれそう最初だから作って、ああ面白そうなことしてるけど一体何を入れるんだろうって思っていたら、下でカメラ、そう下でカメラとなんか上が持ってこの切り株もかっこいいでしょ。もうかっこいいですね。これなんか穴自分で開けたとこじゃなくて、たまたまじゃないです。ああこの切り株も売ってたんですか。これはね、はい、和歌山の山から、はい、いただいて、天然いただいて。これそんなないですよね。かぶってないですよね。切り株って。あ、デミストもついてる。もう使ってないけど、はい、最初植物下に植えてた時は、でもまあ、これは防水のコンパネに漆喰塗ってから、はい、ペンキ塗った。あ、ペンキ塗ったんだ。この葉っぱをかじったりはしない。しない。あ、味覚はかじられないんだ、ね、これスペアマン君にもらったやつ。残ってます。あんだけのですか。あの時のやつ。あ、スペアマン君味覚ありましたよ。これ何でしたっけ。わかんない。スペアマン君がなんか持ってきて、ね、そうそうそう、プレゼントされたやつですね。ければよかったね。いえいえ、親ジャイミルはこんな感じで餌、コオロギの他にジャイミル、あのクリーパーでジャイミルを撒いているあの映画写真がありましたけど、これを3キロ。え、クリーパー何号ぐらいでした。41号ぐらいですか、クリーパー、うん、だいたい1週間で1キロ減るそうです。はあ、この冷凍米用冷凍庫が2つ。ここはこう。なるほど。あ、これはエビですね。これ感謝と、はい、こういうのとか、はい、で配合飼料も、配合ももうやっぱりしきらないし、で特にネクトンとかのビタミン剤系は冷凍庫入れとくと、はい、匂いも飛ばないし、こうなんていうの、劣化しない、しにくいっていう、うん、だから何でもかんでも冷凍庫の中に。これが北郎さんに。そうなんですね。そういう話も、餌はそういうふうに保存した方がいいって話も。あ、もう温度が温度が、おお、これはうわ、なんかこのルパン三世はあの複製の原画、複製の原画、これもです。しんちゃんの、これもしんちゃんの、これはあの、あ、そうですね、あの書いてもらったやつ、これです。これそう、これですね、クジラ川先生の本物の原画ですね。どっから見ればいいでしょう。で、ですね、もうどう、東君すごいですよ、もうこれを東君の部屋もこうしていかなければ。趣味部屋、え、あそう、頭部いたね。頭部いましたね。頭部いたね、リアルな頭部がいたね。これは剥製？ええ、違う、レジン。これ作ってもらったの。え、このオーダーですか。オーダー。これなんかさっき外にいたのに似てる。似てる。いや、
これ写真送って写真送って写真送ってこんな感じですごいこれさっき剥製かと思っちゃう、うん、これビビるなこれ置いたらこれレジン製これ誰が作る誰の作品ですかカメハウスさんだこれすごでこれあのうちのこの写真送って、うん、これあの川添さんが撮ってくれたこれとこれあのああこれとこれとそれが一緒なんだあ同じこういうことですね全部一緒だまあお気に入りっていうのかうちのメインのオスだから、うん、ああさっき撮ったやつですねそうあれですよねおおすごいリアルすぎる、うん、どうしようどっから僕は見ていけばいいんでしょうこれここはストケスもいるんですねいたトゲトゲストケスあ大丈夫ですかこれ結構早いんでしたっけ早いですねあと動画撮れればいいかな早いですねやっぱり早かった岩トカゲの中じゃでかい方ですかわいいあここにあ2匹ペア丸々してますね。餌は何だっけ？乾燥のミルワームと水あぶのやつ。チェックスなんですから乾燥のコオロギと小松菜。デプレッサー。どっかにいる。いた。いました。トゲトゲ。見えてます。いました。こちらもペア。ペア。このデプレッサーが？あ、子供産んでるんですか？ほやほや。ちっちゃ。一匹ポンって生まれるんですか。一匹。昨日出てきた。おお。昨日。かわいい。おお。デプレッサーのベビー。初めてですか。初めて。やりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。一匹しか出ないんですっけ。いや、一匹と二匹って。ああ。1、2匹しか出てこない1、2匹もう亀以外も増やされてます乗せるいや、もう怖いっすもうちっちゃちっちゃピョンっていかないですねいやそう怖いね、戻しますちょうど昨日出てきてくるよく見つけましたね探したらもう1匹ぐらいいませんかそれがいなかったんだちょっと掃除してたらああ、たま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 親と一緒になんか小さいのが走ったから、はい、あじゃあ お母さんメス親のお腹の兆候とかもちょっとよく分からずに分からずにああやっぱそういう感じなんですねでこれは温度はどういう感じなの冬場もクーリングみたいなクーリングした方がはいいいっていう話、はい、クーリングはまだしてなかったでも出てきちゃったからあ分かんないへーじゃあこの環境で飼ってたら増えるということが分かったという。いいですね。すごい。いやー、そしてあ僕が前に飼えたやつがありますね。あ、赤足。これチェリーヘッドですか。チェリーヘッドで。赤いね。チェリーヘッド。これからですね。これからで。これ。これはもうペア。一応見立てでは一番大きいのがオスで、うん、あとメスと。こっちがオスだと思うんで、メスメス下段は、これはジャイゲコたちですか、ね、あ魔物だそうかつまり、うちにいたのもいるのあここにいた書いてあるわからないようにここに亀蔵で、あおおでかくなりましたね自分家のやつが育ってると嬉しいみたいなこれ亀蔵さんメスでした、オスでしたオスおうちもだからこれぐらいになりました特交換してでオスでした、うん、なのでうちのメスたちにゆくゆくはよろしくって感じでまあうちは今年から合わしちゃったけどどうですかね分かんないっすうまくいくといいんですけど、まあ、喧嘩してなさそうならいいかな、うん、一番古いメスでも結構もう年食っちゃってもうなんか痩せてきちゃうんだけどつるんとしていくんですねそうそうこれね、まあ、しょうがないんですよねメスはうちもそうだったんですけど、うん、ジャイゲコいる
大逆もいた。こちらもこれからですね。これからで、これはオス。オス。メスもいる。メス一番向こうに。おおお。じゃあこちらもそのうちには。わかんないです。ジャイゲクです。メス。メス。オス。まあ、まだちっちゃいから。まだちっちゃい。これからですかね。同じロカリティの、ね、ロカリティで色がね。これなんだと。ヌアナって書いてある。あ、ヌアナ。ヌアナ。あ、ヌアナってことはリビエルブルーのこと言ってんのかなと。わかんないですけど。あのよくコギとかマウントマウントコギ、ニューカレドニア行ったらコギ山って言ってるから、まあなんかあの辺ヌメアって言ってるから、まあだからフランスの読み方でやるから、うん、ヌアナとヌ、そう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 、ヌアミとかってまあ一緒だと思うんですけどね。これは本物か確かに。これはバナバナナです。バナスパ。これケリーの。これなんかいいですね。今触ってもなんかほらたまに粗いのが入れてるじゃないですか。いいですか持ってみて。ボナスか。ああ、嫁が一時期欲しいって言って。へえ。メスな。値段見て、うん、無理だねって。借りて帰れた。すいません、じゃあこれも お迎えを決定しました。高いよ。高いよ。すげえな、うん、奥さんびっくりする。これも外出したりとかでできちゃうんですかね。夏とかだったら夏はあの外のして、うん、鳥かごに鳥かごに入れて。ああ、これサイズこんな感じなんですか。もうこのぐらい普通の。あだだだだだ